書いたことでもいいし、思ったことでもいいんで、はい、言っていただければと思います、はい、いいですか。はい、はいはい、前歯の部分矯正治療お疲れ様でした。お疲れ様です。はい、1ヶ月半ぐらい前ぐらいにね、1ヶ月半前ぐらいに終わってちょっと時間経っちゃったんですけど、その時アンケート書いていただいたんで、いくつか質問させてください。はい、はい、お名前教えてください。三田です。はい、ありがとうございます。年齢教えてください。20歳です。はい、ありがとうございます。で、前歯の部分矯正で実際に動かしてた期間を教えてください。5ヶ月半。5ヶ月半ぐらいやってましたね。途中でね、なんか来れない時期もあったりしたんですけど、はい、まあ、そういうのもひっくるめると5ヶ月半、まあ、でも半年かかんなかったんでね。かかんなかった。上をやってましたね、ワイヤーでね。で、そもそも部分矯正したいなとかしようかなと思ったきっかけを教えてください。ずっと自分の前歯のそのバンが気になってて、笑ったり写真撮るのがちょっと気になったからです、前歯2本だけね、ちょっと出て、はい、ピッてひねってたんだよね、はい、でそれが気になってたと。どういう時に嫌だなって思ってたんですか。なんか写真を友達と撮るときとか。そういう時になんかどう普通に撮ってたとか、こう歯を見せないで、歯を見せなかった、ね、見せないで写真撮ったりをしていったと、はい、それ一番最初に気になったのっていつなんですか。小学校、いや中高、中2とか、中 2? 中2 中2ぐらいで、あれなんかって気になり始めて、そこからちょっと写真撮るときは、まあ、歯見せないようにして、うん、でそういうのが積み重なってやろうかなってなったの。それともその中学高校ぐらいでもう一回相談とか行かれたりとかしたんですか。矯正の相談はしてない。でもなんか親に言ったけど、うんうんうん、別になんか一般的に見たら大丈夫、全然気になることでもないから。なるほどなるほど、ひどくないからいいんじゃないか。いや、いいよ、やんなくて。却下されたのね。却下されたから、うん、自分で出してみる。もう自分でやりたいならもうやるしかないってなってじゃあ高校生の時も無理で、で今なって調べ始めたのっていつですか。もうやろうみたいな感じで。え、もう調べ始めたのは、矯正する、ほんとちょっと前です。ちょっと前ぐらいにもうやろうみたいな感じで調べ始めて、なんとなくもうやろうと思って調べ始めて、で出てきたところだから。で、相談はじゃあもうここだけですか。他に何個か行ったりとか。行ってないですね。あ、ここだけ。ありがとうございます。なんでここは相談来ようと思ったんですか。なんか、うん、ローン学名、あ、分割、分割ができるみたいな、そのホームページで、はいはいはい、何円からみたいなやつで、はいはいはい、いいんじゃんみたいな。そうで、それでちょっと行ってみっかみたいな。あとなんか有名そうだったから。あ、有名そうでした。そうなのね。そうかそうか。それで、やり取りして、まあ、来てもらって、で、お話いろいろ聞いて、まあ、うちでスタートしたんですけど、もううちでこう来てやろうって思ったら決め手というか、なんか嫌だったら帰るじゃないですか。で、で、もうちょっとここでやるかみたいななった、決め手というか。なんか。うん、まあ、もうやりたいっていう気持ちはあったのと、あと他探すのもあれだったし、めんどくせえなみたいな。あとはなんかいいちゃんさんがこういう方だったんで、こういう方だったら面白いじゃんみたいな。そう、なんか結構なんだろう、そんな不安なくできそうだなって。あ、本当ですか。それではいざスタートしたと、はい、ね、でスタートする前になんか不安だったことって覚えてますか。まあ、お金のことで。あ、なるほどね、分割ね。特にありません、ね、そこまで大丈夫でしたか。分かりました。じゃあ前歯の部分矯正やる前とやった後で歯並びどういうふうに変わりましたか。綺麗になった。そういう2本だけね、前歯2本だけちょっとズレがあったんですけど、うん、隣とね、はい、それがピーッと並びましたかね。並びました。じゃあ結構満足いただけましたか。はい、ありがとうございます。前歯の部分矯正やる前とやった後で気持ちの変化とか生活の変化ってどうですか。やる前はあのほら写真とか口閉じて笑ったりとかしてましたけど、まあ、今そんな写真撮んないのかな。
でもあの、うん、なんだろう、たどりされること、たどりで歯を見せて笑う、うん、他人が取るってことですよね、たどりってね誰かに取られて、うん、それで歯を見せて笑いたくなった、あ、け、あ、なるほどね、歯を見せたくなった、なるほどね、前は隠してたけど、うん、誰かが取ってるときはもう全然見せても大丈夫、全然大丈夫、もう嫌じゃないと、うん、手をで口を隠さないで笑えるようになった、うん、うん、ってはいそういう感じです。いや、性格どう、歯磨きとかどうですか、みんな歯磨きしやすくなったとかいう人多いんですけど、あ、しやすくなった、その段差の段差があったから、ね、ところにやっぱりちょっと詰まったりとかあったので、うん、歯磨きしやすくなった、言われたらそうかな自分から言うほどじゃないふんって言ってという感じですか。オッケー、じゃあ、 あの前歯の部分矯正ね、あのやりたいんだけどまだこう考え中な人、うん、あのちょっと前の自分、うん、やろうかなピリピリってしばらく調べてる段階の方に何かメッセージをお願いしたいんですけど、なんか歯並びって、うん、はいはいはい、人の印象を決めるみたいなのを聞いて自分もやっぱり余計気にするようになったから、なんか、なんだろういいなってる人がいたら、うん、なんだろう、うん、やった方が人生楽しいなるほど、歯並びに気になってるんだったら、はい、もう相談でもしてみたらいいんじゃないかってことですよね、はい、もう簡単に言うと、うん、簡単に言っちゃいましたけど。でもおすすめです。ありがとうございます。はい、で自分のコンプレックスなくなると、はい、じゃああれですか、もうなんていうの、写真のストレスもないし、気持ち的にも、うん、もう晴れやかな。自信を持てる。自信持てると思う。うん、あ、誰かがやったらね。そう、自分がやってもうそうなったからってことですよね。はい、なるほどなるほど、ありがとうございます。なんか聞きたいことを忘れてる感じがするんですけど、なんかありましたっけ？しましたね。そうですね。あ、だから仕上げてた時に最初からその部分矯正というのを知ってたんですか？いや、知らなかったです。あ、調べていく中で部分矯正というのを知って、じゃあやろうと思った時は全体矯正やろうと思ってたってことですか？なんか全体、うん、うん、だから全体矯正しかないと思ってたから、でも気になるのは別に前歯だけだなとは言っていうのはあったから思ってたけど、まあないんじゃしょうがないってことで調べてたら、たまたまその部分っていうのそうあるから、おおみたいな、そうあるんだと思って、まあ、ちょっと行ってみっかみたいな感じで来たら、うん、なんだこの人みたいなでちょっとやってみっかみたいになって今に至るみたいな、そう、わかりました、ありがとうございます。じゃあ最後にあの前歯の部分矯正ね、まあ半年弱、5ヶ月半ぐらいかな、まあちょっと来れない時期の終わっちゃったんですけどね、やってましたけれども、振り返ってみて前歯の部分矯正はね、あのやってよかったですか？よかったです。やってよかったですか？はい、やりました。質問以上になります。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。